チャーリーちゃんとは、1925年に、アールデア・ビガーズの推理小説シリーズで作られた、架空の刑事。ハワイのホノルル警察に勤める中国系アメリカ人であり、実在のハワイ人刑事ちゃんアパナが、モデルにされている。心優しく勇敢なちゃんは、効果論的なステレオタイプや、風満中のような悪役の対局にあるキャラクターとして、構想された。チャンが、 ハワイの外の様々な国で謎解きや犯罪捜査を行う作品は多数作られている。チャーリーちゃんはアールデア・ビガーズが創作したキャラクターである。1919年、ハワイに滞在中だったビガーズは、鍵のない家という大の推理小説を構想した。実際に執筆に着手したのは4年後のことで、きっかけとなったのは、ホノルル警察に所属する二人の刑事。 チャンはパナとリーフックに関する新聞記事だった。それを読んだビガーズは中国系アメリカ人の景観をプロットに追加しようと決めた。ビガーズはカリフォルニアで見聞きした効果論的なステレオタイプを嫌っており、明確にそれに変わるものとしてチャンを作り出した。怪しい邪悪な中国人はありふれていたが、法と秩序の側に立つ和な中国人は誰も書いていなかった。 これを認めることは私を悲しみで追いつくします。その男は私と同じ羊、私と同じ人種なのですから。ご存知でしょうが。しかし彼の目を覗き込むと、波立つ太平洋のごとき大海原が私と彼を隔てているのを感じるのです。なぜでしょうか。それは彼が白人種に混じることでは私より何年も先んじているにもかかわらず、未だに 中国人であり続けているためです。生まれて最初の月にそうであったのと同じく中国人です。私は、この私はアメリカ家の観察を、楽譜を受けました。流れに従って旅しました。私には大望がありました。成功を追い求めました。価値へとものの対価を支払いました。私はアメリカ人でしょうか違います。それでは中国人でしょうか 彼にはそう見えないでしょう。殺人犯の共犯者について語るチャーリーちゃん、恩和な中国人は鍵のない家で初めて世に出た。この作品のちゃんは中心的な登場人物ではなく、初版のカバーでは名前も言及されなかった。作中で、ちゃんはまるで女のように上品で軽やかな足取りで歩き、とてもずんぐりしている、西洋の服を着ているとどこも目立ったところがないと、 描写される。批評家、サンドラ・ホーリーによるとこれらの表現は、フーマン中のような邪悪な中国人キャラクターと対局の安心できる人物としてちゃんを描き出した上で、当時中国人の特徴と考えられていた平静さや自己抑制のような要素を強調するものだった。ビガーズは、チャーリーちゃんが登場する小説作品を6編書いている。 ビガーズの小説で初めて登場したチャンは後に多くのメディアに進出した。チャンが登場する映画は1926年を皮切りに40本以上作られてきた。初期の映画ではチャンは脇役に過ぎず東アジア系の俳優によって演じられており、ほとんどヒットしなかった。1931年、フォックスフィルムはチャンを主人公に据えた。 最初の映画チャーリーちゃんキャリーズオンで、スウェーデン人俳優ワーナー・オーランドを主役に起用した。この作品は人気を博し、フォックスは、オーランド主演の続編を15本制作した。オーランドの死後は、アメリカ人、シドニー・トーラーが後を継ぎ、初めはフォックスで、続いて、モノグラムスタジオで、計22本のチャン映画を主演した。トーラーの死後も、 ローランド・ウィンターズが主演する映画が6本作られた。その他ラジオやテレビ、コミックストリップでも、チャンは活躍した。当初アメリカの読書家と映画ファンはチャンを温かく受け入れていた。20世紀初頭のハリウッドや、米国メディアでは邪悪もしくは卑劣な、アジア人という人種差別的な描写が主流だったが、対照的にチャンは賢明勇敢、善良。 高潔に描写された魅力的なキャラクターと思われていた。しかし後年になると批評家の意見は好意的なものばかりではなくなっていった。チャンはいくつも美点を持つ一方で標準的な英語を身につけない伝統に縛られている従属的といったアジア人を卑下するステレオタイプを強化すると考えられた。また現在では映画のチャン役がイエローフェイスのメイクをした。 白人俳優によって演じられたことを問題にするものが多い。ちゃんの評価が変わったことが大きな理由となって1981年以降、チャーリーちゃん映画は制作されていない。チャーリーちゃんが脇役ながら登場した最初の映画はパティスタジオによる全10話の連続活劇、鍵のない家であった。ちゃんを演じたのは日本人俳優ジ,ョージクワだった。続いて、 翌年にユニバーサル・ピクチャーズが、シナのオウムを制作し、日本人の上山総人に、チャン役を助演させた。日本ともちゃんの役割は、ごく小さく、作品の評価も高いものではなかった。1928年のあるレビューアーは、シナのオウムで上山が演じる役を、チンクの探偵は、怪奇役者、ロン・チェーニー・マガイの料理人に扮する。 異なっているところといえば、テイニーはあんなに深々と体をかがめないということくらいだと評している。多くの映画で、チャーリーちゃんの一番目の息子、リーを演じたケイルーク。フォックスフィルムは、チャーリーちゃん作品のオプション権を取得し、韓国人俳優、イーエル・パクを、チャン役として、ビハインド・ザット・カーテンを制作した。ここでもちゃんの役割は限定的であり、 最後の10分間まで登場さえしなかった。チャンを中心に据えた最初の映画、チャーリーちゃんキャリーズオンでは白人俳優、ワーナー・オーランドが主役に起用された。チャンが人気を博すようになったのはこの作品からだった。オーランドはスウェーデン人だが、モンゴル系の地が入っていると主張しており、それまでに映画でフーマンチューを演じたこともあった。おそらく、 中国系刑事に大きな態度を取らせまいとするスタジオの意図的な試みにより、オーランドのちゃんは原作小説よりも低調で控えめだった。オーランドはホックスのちゃん映画16本に出演し、そのうち多くの作品で、ケイルークがちゃんの一番目の息子リーちゃんを演じた。オーランドの暖かく落ち着いたユーモアは、ちゃんとちゃん映画の人気を高め、シリーズは、 ホックスのヒット作に数えられた。B 級ながら A 級映画と同等の観客動員と工業収入を集めたチャン映画は大恐慌期にホックスを沈没させずに保ったとされる。デンジャラスマネーでチャーリーちゃんを演じるシドニー・トーラー。オーランドは1938年に亡くなった。制作中だったチャン映画チャーリーちゃんアット・ザリングサイドは追加の撮影を経て開作され、 東、アジア人を主人公とする当時の別シリーズ、ミスター、元の一作ミスター、元、エス・ギャンブルに生まれ変わった。ケイルーク演じるリーちゃんは新しく撮影された映像で、ピーター・ローレの元と共演した。フォックスは、チャーリーちゃん役として、白人俳優シドニー・トーラーと新たに契約し、1942年までに、ちゃん映画を11本制作した。 トーラーの演技はオーランドほど物腰柔らかではなく、チャンの新しい性格は原作小説の迫力の一部を映画に取り入れることになったと評された。トーラーの主演作の多くでは、専用ンン演じる二番目の息子、ジミーちゃんがチャンの悩みの種になった。フォックスがチャン映画の制作を放棄すると、シドニー・トーラーが映画家権を買い入れた。以降のトーラーの主演作は、 モノグラムピクチャーズのプロデューサー、フィリップ・ N クラスにとジェームズ・エース・バーケットが制作を行った。制作費は、フォックス時代の平均20万ドルから7万5千ドルに減額された。この時期、チャンが容疑者や上司を公然と侮る様子が初めて描写された。アフリカ系アメリカ人の喜劇役者、マンタン・モアランドは1944年から1949年に、 かけて公開された13本の映画で運転手、バーミンガム・ブラウンを演じた。ブラウンは1940年代以降に、モノグラム作品への批判を集めることになった。モアランドの演技は、素晴らしい喜劇的一幕と呼ばれることもあるが、部別的で見るに耐えないステレオタイプだとみなす者も,もいる。トーラーは1947年に亡くなり、後を継いだ、ローランド・ウィンターズが6本の映画を主演した。 1938年のミスター・モト・以降シリーズから脱落していたケイ・ルークは最後の2作でチャーリーの息子役に復帰した。スペイン語版1930年代と1950年代にスペイン語のチャーリーちゃん映画が3本制作された。第1作エラン・トレセはチャーリーちゃん・キャリーズ・オンの多言語版である。これら2作は同一のスケジュールで並行して制作されたもので、 それぞれのシーンの撮影は、同日に英語とスペイン語で一回ずつ行われた。スペイン語版の脚本は、基本的に英語版と同じだが、短い歌や寸劇のようなちょっとした追加要素や役名の変更が加えられた。キューバで制作された、ラサー・アップ・アンテ・ロハがそれに続いた。1955年、メキシコ版、チャーリー・チャン・映画エル・モンストル・イ・エヌ・ラ・ソンブラが、 プロデュークチオニズカブメックスによって制作され、オーランド・ロドリゲスがチャン・ディー・ポーを主演した。同作は、キューバのラ・サープ・アン・テロハや、ワーナー・オーランドが主演する米国作品に触発されていた。中国5番1930年代と1940年代に5本のチャン映画が上海と香港で制作された。これらの作品で、 ジョハナ花園が演じるちゃんは探偵事務所を所有しており、息子ではなく娘のマナが女子となる。上海版では、コウメが戦後の香港版では白園がマナを演じた。中国の観客はオリジナルの米国版、チャーリーちゃん映画にも親しんでいた。それらは1930年代の中国や中国系移民の間で他のアメリカ映画よりはるかに人気が高かった。 中国を訪問したオーランドは現地の新聞で大きく取り上げられ敬意を込めてミスターちゃんと呼ばれた。中国の観客にとって肯定的に描かれた中国人キャラクターはチャンが初めてだった。それ以前の映画は邪悪な東、アジア人のステレオタイプに影響されておりハロルドロイドのウェルカム・デンジャーなどは上海での公開時に暴動を引き起こしたことがある。現代版 ニール・サイモンが脚本を書いた名探偵登場ではピーター・セラーズがチャンのパロディである中国人刑事シドニー・ワンを演じる。1980年チャーリー・チャンが登場するコメディ映画の制作がジェリー・シャー・ロックによって開始された。同作で中国人ではないピーター・ユスティノフとアンジー・ディキンソンが主役と仇役にキャストされると これに抗議して、キャンと名乗る団体が結成された。同作の脚本に多くのステレオタイプが含まれていると抗議した者もいたが、シャーロックはドキュメンタリーを作っているわけではないと応じた。翌年に公開された、チャーリーちゃんザカーズ・オブ・ザ・ドラゴン・クイーンは完全な失敗作だった。1990年代になって、ミラーマックスが チャーリーちゃん映画のリメイクを計画した。チャンはヒップでスリム、知的でセクシーな武道の達人になるはずだったが、公開には至らなかった。フォックスが計画した新作チャーリーちゃん映画では、ルーシー・リュウが主演、制作総指揮に任じられた。同作は2000年から制作準備が開始された。2009年時点では制作の計画が持続していたが、 2019年現在、まだ実行に移されていない。ラジオでも1932年から1948年にかけて、チャーリーちゃんの活躍が3つのネットワークで、数シリーズにわたって放送された。まず、s イルの番組5スターシアターの中で1932年から翌年にかけて、ビガーズの原作シリーズがドラマ化され、ウォルター・コノリーがちゃんを演じた。 NBC のザ・アドベンチャーズ・オブ・チャーリーちゃんでは、エド・ベグリーがちゃんを演じ、次に、サントス・オルテガが後を引き継いだ。レオン・ジャニーとロドニー・ジェイコブスが、一番目の息子、リーちゃんの声を当て、ドリアン・セント・ジョージが、アナウンサー役を務めた。ラジオ・ライフ氏は、ベグリーのちゃんを、観客に愛された、シドニー・トーラーの映画版ちゃんに匹敵するラジオ版と、評した。チャーリーちゃんには、 コミックストリップ版も存在する。アルフレッド・アンドリオラによって描かれた同作は1938年10月24日からマクノートによって各紙に新ケーと配信された。アンドリオラを選んだのは原作者ビガーズである。同作は新寿湾攻撃の後に打ち切られ、1942年5月30日に最終回が配信された。2019年、 ライブラリーオブアメリカンコミックス社がロークエッセンシャルズ総書でチャーリーちゃん1年分を復刻した。チャーリーちゃんのコミックブックは現在までに数シリーズが刊行されている。ジョー・サイモンとジャック・カービーがプライズコミックスで制作したチャーリーちゃんは5号で終わった。続いてチャールトンも全4号を発行した。D.C. コミックスは1958年に テレビシリーズザ・ニュー・アドベンチャーズ・オブ・チャーリーちゃんとタイアップして同名のコミックを刊行した。このシリーズは6号が発行された。デルコミックスは1965年にちゃんのコミックを2号発行した。1970年代にはゴールドキーからハンナ・バーベラのテレビアニメを元にしたコミックシリーズが短期間発行された。その他、ボードゲームのザ・グレート・チャーリーちゃんデテクティブ・ミステリー。 ゲームやカードゲームチャーリーちゃんカードゲームが発売されている。チャーリーちゃんというキャラクターは論争の的となってきた。肯定的なロールモデルだという見方もあれば、部別的なステレオタイプだという主張もある。批評家、ジョン・ソイスターはそのどちらもちゃんに当てはまると主張した。原作者ビガーズは邪悪な チャイナマンのステレオタイプに代わるユニークな存在としてチャンを送り出したが同時に彼が十分すぎるほど人が良く物腰は脅威を感じさせずアジアの古国から遠く離れているのは社会の根底にあるゼノフォビアを刺激しないためであった。批評家マイケル・ブロッドヘッドは次のように主張した。ビガーズはチャーリーちゃんの小説で中国人を共感的に扱いはっきり意図して 彼らを弁護しているのだと読者に納得させた。中国人は単に受け入れるべき人々なのではなく、簡単すべき人々なのだとされた。今世紀の最初の3分の1で、中国系アメリカ人の需要が進んだのは、ビガーズの共感的な中国人描写に応じたものである。ST カーニックは、ナショナルレビュー誌で、英語が流暢とはいかないものの優れた探偵で、観察力、論理力、 誠実で謙虚な人格を備えたチャンは、どこをとっても尊敬できる、お手本のような人物だと書いている。エラリー・クイーンは、チャーリー・チャンというキャラクターをビガーズによる人類への、そして人種間関係への貢献と呼んだ。デーブ・ケイアは、ニューヨーク・タイムズ紙で、チャンが、ステレオタイプであるとしても、正義の側のステレオタイプだったと述べた。 数々の映画で、ちゃんの息子を演じた俳優系ルークはこれに同意している。ちゃんが中国人の品位を落としていると思うか尋ねられた、ルークは品位を落とす。とんでもない。中国人の英雄だよ。我々が作っていたのは、ハリウッドで一番すごい殺人推理映画だったんだと答えている。イエンリエスピリッツやホアングイヨーのような批評家は、ちゃんが様々な面で、 好意的に描写されている一方で、白人キャラクターと同等ではなく、奥行きのない善意の他者に過ぎないと主張している。ちャン映画で白人の俳優が、東、アジア人を演じていることは、それらのキャラクターの絶対的な東洋的他者性を示している。ちャンや類人のキャラクターが登場する映画は、白人の俳優が中国なまりを真似たり、謎めいた。 中国のことわざを連発する限りにおいてヒットした。チャンというキャラクターは中国系アメリカ人、その中でも男性に与えられた賢明、従順、入弱というステレオタイプを体現している。チャンはモデルマイノリティ、すなわち悪いステレオタイプと対峙される良い、ステレオタイプを代表している。ステレオタイプ的なイメージは矛盾で満ちている。地に植えたインド人のイメージは、 高貴な野蛮人のイメージで和らげられ、メキシコ人はバンディードであると同時に、忠実な相棒でもある。そしてフーマンチューは、チャーリーちゃんによって帳消しになるしかし、フーマンチューの邪悪さは、中国人固有の性質とされるのに対し、チャーリーちゃんの善良さは一つの例外である。フーは、自分の人種を代表している。その対局であるチャンは、 アジア系ハーイ人の中でも際立った存在であるチャンの人気は日本人に対する効果論的な感情によって逆説的に支えられているという主張もある。中国と中国系アメリカ人に対するアメリカの意見は1920年代から30年代にかけて皇帝に傾き、対照的に日本人はどんどん疑いの目で見られるようになった。シェンメーマはチャンが 他人種に対するパラノイアの横行に対する心理的な過保障だと主張している。2003年6月、FOX ムービーチャンネルは、チャン映画のリマスターをケーブル放送するチャーリーチャンフェスティバルを計画したが、直後にアジア系団体からの抗議を受けて中止した。FOX は、その2ヶ月後に決定を覆し、2003年9月13日から対象の映画を放映し始めた。 その代わり同局は映画と共にアメリカのエンターテインメント業界で活動するジョージ、タケイなどの著名な東、アジア人による座談会を流した。列席者はほとんどがチャン映画に批判的だった。フォックスは現存する自社のチャン映画を前作 DVD で発売しており、シドニー・トーラーとローランド・ウィンターズが演じた、モノグラム作品はすべて現在の権利者である。 ワーナーブラザースによって DVD 化されている。フランクチンの IAA、アンアンソロジー・オブ・アジアン、アメリカン・ライターズやジェシカ・ハージュド・ドーンのチャーリー・チャン・イズ・デッドのような文芸作品のアンソロジーは文化的な怒りや除外を原動力としたものでチャーリー・チャン的なステレオタイプを乗り越える試みがなされている。アジア系アメリカ人を中心とする現代の批評家は チャーリーちゃんに対して複雑な感情を持ち続けている。チャーリーちゃんの養護者であるフレッチャーちゃんは、ちゃんはビガーズの小説で白人キャラクターの花風に立っていないと主張し、シナのオームを例に挙げている。同作で人種差別的な発言を聞いたちゃんは目に怒りを燃やし、結末で犯人を暴いた後に、ことによるとチャイナマンに耳を傾けても不面目にはならないかも。 知れませんねと言い放つ。映画でも、チャーリーちゃん、インロンドンと、チャーリーちゃん、インパリにはいずれも、チャンが冷静にウィットを聞かせて、人種差別的な発言を受け流すシーンがある。ホ安ンユンテはチャンが、この国の文化が合わせ持つ、人種差別の伝統と創造の際の縮図だと述べ、アンビバレントな評価を下している。ホ安ンはまた、チャーリーちゃんの批判者自身がチャンを、 気が的に誇張することがあると示唆している。チャンというキャラクターはフォーチュンクッキー風に表現された孔子の知恵やポップカルチャーで広く普及することになったデタラメな格言でも批判を受けている。チャンが孔子曰くと話し始める格言は映画で導入されたものでビガーズの原作小説では使われていない。ただし小説の一冊でチャンは私を知っている人が 皆苦々しくも学んだように、中国にはどんな状況に対しても適切な格言がありますと発言する。保安ユンテは、格言の例として、舌はしばしば縄より早く人を吊るす、精神は落下さんと同じく開かなければ、役に立たない、ダイナマイトで戯れる者はいずれ天使と並んで、飛ぶことになるを挙げている。しかし保安は、これらの、制裁に飛んだ金言は、驚くべき。 言語学的アクロバットの技量を示していると主張する。またちゃんは、アフリカ系アメリカ人の民話に登場する、シグニファイングモンキーと同様に、知恵と同時にあざけりを伝えるという。特に断りがなければ、チャールズ・ P ・ミッチェルの映画イド2チャーリーちゃんフィルムズ、もしくは映画ドットコムによっている。アメリカ・中国いずれも言語は、標準中国語。ありがとうございます。